でもこの腰痛肩こり関節は30年以上入れ替わってるんですよ。でこれ何を言いたいかっていうと、どこの病院行っても町の治療院行っても誰も治ってませんよってことなんですよ。こういう数字になるってことなんですよ。だからまずこういう現実があるってことなんですね。でなぜ治らないかっていうのはすごい簡単で、今までの治療では治らなかったってだけの話なんですね。でこれはですね、腰痛は治るようになりましたってことなんですよ。腰痛ですね、腰痛、あと肩こりとか階段登ったり降りたりするときに膝が痛いっていうのは関節痛、という痛みのことを慢性痛という言い方するんですけど、この治療の仕方が2007年にできたんですよ。2007年にできたんですけど、